イランによるイラク駐留米軍基地への攻撃を受け、世界の航空各社がイランとイラクの上空での飛行を回避する動きが相次いでいます。ドイツのルフトハンザ航空は8日のテヘラン便を運休とし、イラン・イラク上空を当面飛行ルートから外しました。また、エールフランス航空や KLM ・オランダ航空も飛行回避を決定したほか、アラブ首長国連邦のエミレーツ航空やエジプト航空は イラクの首都バグダッド発着便を欠航しました。